ほら、そして広島の雪の名物といえばやっぱり牡蠣ですよね。早速おろし問屋の経営する料理店へ牡蠣料理をいただきに行きました。ここが経営していらっしゃる。そうなんです、うん、ということで牡蠣のフルコースなんですけども、はい、あ、結構いっぱいあるんですね。安いです。そうですね。本当だ。安いです。いや、まずこれ。はい、牡蠣の塩辛です。ほら、牡蠣の塩辛。牡蠣が美味しいですよ。これは多分神田さん好きです。あ、本当。向井さんも好きです。本当。日本酒がこれも買いこの色。これ食べてみたい。私は好きです。日本酒がここにあればもっといいかもしれないですね。あ、本当美味しい。初めて食べます。体にいいんだよね、牡蠣は。他にも初めて食べるものから定番ものまで専門店ならではの牡蠣料理の数々なんですが、中でも私が好きなのはやっぱりこの牡蠣フライ。うまいよな。大きい。大きいんですね。フライってうまいよな。食いてな今日。もう牡蠣フライモード入っちゃった。もう吉崎さん口が牡蠣フライ。牡蠣フライって言うんですかこういうのって。そうですね、はあ、でちょうど中のジューシーさもちょうどうまく出てくるんですね。お腹空いてきた。やっぱ違うな。あ、そうですか。はい、あ。何もやっぱりなんか新鮮さがそうなのかな。うわ。そしてこちらが牡蠣の土手鍋です。お味噌と牡蠣がこれまた合うんですよね。今日なんでまたお腹すくない。そうもう笑っちゃうぐらい美味しいんだね。うん、例えようがないっす。ナイス。うまい。さすが牡蠣。この後牡蠣雑炊もつくんですけども、まさに牡蠣くず。